はい、速稼塾の久保です。早速ねアドバイスさせていただいたことが、お、使えるじゃんこれみたいにね、もしかしたら心の中にひらめいたかもしれないなと思います。本当に良かったなと思います。つまりね、対話を繰り返すことによってお互いがお互いにもっとより気づける多角的な視点で見れるってことなんですよ。やっぱり自分の頭で考えたことって当然ですけども自分の頭で考えるからそれ以上広がりにくいんですけども、そこに他者の視点、他者の頭が入ることによって、ある意味ね、これある意味ですよ、ある意味無責任に回答することによって、あ、そういう見方あるよねっていうふうに気づけることってあるんですよ。だから対話ってすごく大事なんですよね。自分一人で考えると、あ、それは結構こっちの事情があるから難しいよねと、それはこういうふうになるから、うん、どうかなっていうふうに二の足踏むじゃないですか。でも他者から言われたら、あ、なんだ、他者から見てもそうなんだ、だったらちょっとそれあるかなっていうふうに思うと思うんですよ。まあですんでね、こういう対話を繰り返せば繰り返すほどお金に関する問題解決とかね、情報発信に対する抵抗がなくなったりとかっていうのが増えていきます。実際そうでしょ。で、私がね、なんでね皆さんからアクションいただいたら嬉しいかっていうと、必ず私の回答には問題解決があると自負しているわけなんですよ。でも質問がいただけないと回答が当然できないじゃないですか。だから皆さんが何に困ってるのかわからないんですよ。せっかく速稼塾というものに縁を持って、何かしらのね、自分の人生の問題解決をしたいと思っている方が、自分一人で結局悩んでるんだったら、それは速稼塾をね使ってないなってことになりますんで、しっかりと使い込んでいただきたいと思います。とりあえずどん底と言いますかね、大したどん底ではないですけども、どうしようもないところから今みたいな暮らしになった私がね、その中で気がついたこと、ヒントだったこと、役に立ったことは申し上げることができます。例えば3年間で1億円を稼いだっていう実績は私にありますし、それからまた次の3年間でね、新しい1億円稼いで、今3億円目に挑戦しているところでございます。そのフェーズそのフェーズで稼ぎ方は違ったんですけども、でも今でも使えることばかりです。例えば転売とかね、アフィリエイトとかね、この YouTube もそうです。で、 YouTube に関しましては、どんなタイトルとどんなコンセプトにしようかなっていうのは、この私が多分ね最も頭を悩まして考えていて、ボツになった原稿もたくさんあるんですよ、ね、その中で私はね1アカウント、基本的に1アカウントしか持ってませんけども、もし別人だったらこんなことをやるのになっていう発想はまだ山ほどあるんですよ。でも私はいろんなアカウントを同時進行できませんから、1個のアカウントでやってるんですよね。だから、いや、チャンネル名がちょっと思いつかないんですけどって言ったら、あ、こんなんどうですか、あんなんどうですか、そんなんどうですかっていうふうに、その人の現状と年齢と性別、それから目的の収入源に関しまして、いろんなね、タイトルの付け方がもうすでにストックされてます。その一つが、ね、週刊中年ジャンプ。なかなか面白いでしょ。だからこれを応用編でいくとね、週刊中年マガジンとか、週刊中年サンデーとか、いろいろできますよね。もうちょっと若い方がするんだったら、ヤングジャンプとかね。わかりませんけどね。そういうふうに、まあ、ある意味パクっていくことによって、ちょっとこう、もじってね、面白いなっていうふうに感じさせることもタイトルだけでできますし、タイトル見たらどんな内容なのかなっていうふうに初めて見た人でもいろいろ想像しちゃうじゃないですか。それはすでに週刊少年ジャンプとかに、予備知識あるからなんですよね。で、そう考えると結構いいタイトルになるんじゃないですか。で、たくさんのねジャンルの動画を埋め込んでも雑誌ならありえるでしょ。それから救済したりとか、作品がね、こう入れ替わったりとかね、最終回があったりとか、新連載が始まったりとか、関東特集グラビアっていうのがあってね、ちょっと可愛い女の子が出てきたりとかっていうのもあるかもしれませんしね、もうほとんど何でもできるわけですよ。まあ、ですんでね、やっぱりこう私のアドバイスが全て正解にはまるかどうか分かりませんけども、一人で考えるよりは確実に先に進めると思いますので、それこそね毎日のように小さな疑問質問からね、どんなことでもお寄せいただければと思います。これ多分ね、したい質問っていうのは他の人ができない質問なんですよ。例えば速稼塾なら堂々とできるけども、塾に入ってないから見るだけみたいな人も流れ玉っていうんですけども、あれ、この Q&A 自分に当てはまるじゃんみたいに勝手に感じる人がいて、結果私の動画を見るきっかけにもなると思いますんで、これ続けていくといいと思いますよ。で、私の動画を編集したり利用するのがちょっとなー、お手間だしなーっていうふうにいろいろ考えることがありましたら、
例えばね、私に送る動画があると思うんですよ。その動画概要欄に元になった動画の久保哲郎の隠居 TV の動画はこれですって感じで一行挿しておく、 URL を挿しておくだけでもとってもいいと思いますよ。そうすると相互リンクっていうかね、非リンク効果が出て、お互いのアクセスアップの、まあ原因にもなりますからね。いわゆる SEO 効果も高まるんですよ。まあそういうふうにしてね、どうやったら効果的に他の有名 YouTuber さんとか影響力のある人からのアクセスを自分のところに呼び込むかってこともやっていきますんで、動画量産するつもりだったらやっぱりね、有名な方の動画からの、おこぼれもいただけるように考えていけばいいと思います。もちろん私からのもそうですけども、例えばね、そうですね、堀江貴文さんが新しい本を出しました。そしたら堀江貴文さんのなんとかかんとかっていう本を読んだみたいなタイトルをつけると、これも関連動画で上がってきやすいですからね。まあそういうこともいろいろと考えながらやっていきましょう。ということで今回もプライバシーに配慮してお名前を呼ばずに返信動画を作らせてもらいました。ですんでね、いわゆる流れ玉が他の人にも行って、そういう人もね、活動を始めると思います。ぜひね、どんどんやってもらえばいいんじゃないかなと思います。これからもいろんな Q&A お待ちしております。それからね、 YouTube ってのいいですね。暗いところで撮っても基本的には声さえ聞こえればコミュニケーションできますんで、夜の夜景もう涼しくなってきて過ごしやすいでしょうね、今はね。とってもいい時期なんじゃないかなと思います。あと多少虫刺されがまだ残ってますんで、虫刺されにだけお気をつけていただければ、あとはね、秋の鈴虫の音色が私たちの心を癒してくれるんではないかなと思います。それではお疲れ様でした。